はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日大阪ということで、チャレンジメニューとかもね、かなり有名な、まあ、トンテキを出すお店さんに行こうと思っております。いろんなね、 YouTuber さんが結構ね、重量も2キロなんで、大食いの方以外とかでもチャレンジしてる動画いっぱいあるんですよ。ただ本日僕はね、そのチャレンジメニューは食べません。通常のね、トンテキ、それをね、紹介してる動画がなかなか見つからなかったので、今回僕はですね、通常メニューを食べていこうかなと思っております。いや、もうお店目の前なんだよね。本日僕が訪れているのは本町トンテキさんでございます。で、もうすでにですね、めちゃくちゃ腹減ってるので、早速食べていこうと思います。ということでね、ただいま店内に入っております。で、もうすでにね、注文は終了してあるんだけど、今回注文させていただいたのが 600g もある、これ厚切りトンテキトリプル玉でございます。で、こちらのお店はですね、ご飯、キャベツ、揚げニンニクのおかわりが無料なんで、ガンガンね、これライスおかわりしていこうかなと思います。メニューに到着しましたよ。めちゃくちゃうまそう。こちらが600g のトンテキ玉でございます。画面越しでもよだれ出てくるぐらいうまそうですね。ちょっとごめんね、画面が見にくいと思うんだけど、いただきます。ありがとうございます。うまそう。ちょっとこれどうでしょう。めちゃくちゃうまそう。いただきます。うまっ。うまっ。うますぎる。濃いめの味付けがかなりしっかり効いてて、ご飯何杯でもいけるやつですわ。うまっ。うーわー、最高っすね。今ちょっと肉がうまそうすぎて、いつものベジファーストを忘れてました。うまっ。そしたらちょっとこれからしつけちゃいます。うん、これも間違いなくご飯に合いますね。もうライスなくなったわ。ちょっとおかわりします。ごめんなさい、ありがとうございます。2杯目大盛りでございます。これはうまいな。ここでさ、ついてるこの揚げニンニク使って、これ一緒にいったらパンチやばそうっすね。うまそう。やば。これがちょっと池の近くにあったら間違いなく太るね。通うわ。
今ちょっと2杯目のライス食べ終わったんですよ。両方とももちろん大盛りなんですけど、まだまだねこんなにお肉残ってるんで申し訳ないですけど、ライスおかわりしたいと思います。ちなみにねマヨネーズとか一味の味変もあるみたいなんで、今回はねマヨネーズちょっと注文していきたいと思います。ちょっとね今おかわりとマヨネーズいただきましたんで、ちょっとここにはがっつりとマヨネーズ、これやばいね。ここにニンニクも合わせちゃって、これどうです、もうやばいでしょ。これやばいよね、食べしみしみよ。すいません、はい、さっきと同じように。これやばいな、トンテキってこんなうまいんだ。ちょっとこれさすがにねお肉の残り的にはラストだと思うんですけど、まあ、ご飯ねもう4杯目ですね。結局ねその 2kg のチャレンジぐらいは余裕で食ってるわ。でせっかくねこれ玉で頼んだんで、お肉をさこう、うわーうわー、これは間違いなくうまいね。これね、間違いなく一番です。今ねこれトンテキ残りラストなんですけど、だいぶ玉が残っちゃってるんでご飯の方にうわかけさせていただいて、これ最後のね一組と共に食べていこうと思います。ということで本日もですねこんな感じで完食していただきました。ごちそうさまでした。ということでただいまですね本町トンテキさんの本店でめちゃくちゃうまいトンテキ食べてきました。あーやばいね、あれはやばいわ。間違いなくねあの近所にあったら通って太ります。それぐらいでも魅力的な一品でございました。やっぱねチャレンジメニューでもいいんですけど、通常ね提供してるメニューをめちゃくちゃ楽しく食べるのは幸せですね。ぜひね皆さんも大阪に立ち寄った際にはこちらでトンテキ食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ちょっと風が強くて音取れてるか分かんないけど、次の動画でもまたお会いしましょう。じゃあねー。